なんか、疲れた。今日は映画音楽の話です。普通の音楽と映画の音楽の違うところは、意識される音楽か意識されない音楽かの違いです。今日はとりあえず第1回ということで、実は世の中には音が溢れているということをお話しします。例えば僕が今喋るのやめてみましょう。はい、わかりますか？こっちで鳴っている空気清浄機の音、後ろのストーブの音、よく聞くと遠くで車の音が聞こえたりします。この動画見てる人は僕の声しか聞こえなかったんじゃないでしょうか、最初は。なぜ僕の声しか聞こえなかったかというと、人間は頭の中にフェーダーっていうものを実は持ってるんですよ。フェーダーって何かわかりますか？はい、こんなんですよ。音の調整のつまみがですね、これが頭の中に入ってんですね、人間っていうのは。自動的に人間っていうのは聞きたいなと思った音を、この、頭の中でこう音を調整させまして、僕の声だけ拾ってんですよ。もちろん音の代償っていうのはありますよ。ガヤガヤした街の雑踏の中でも、フェーダーをグッと落として相手の声を聞こうとするんですね。人間の脳っていうのは実はすごいんですよ。いわゆる自律神経ってやつです。で、この自律神経が壊れるのが自律神経失調症ってやつです。もとも毎回僕1分30秒でこの動画完成させてよって思ってんですよ。映画音楽だけで本一冊できちゃってんだよ。それこそね、2、30分ぐらい普通に話しちゃうよ。とりあえず今回は第1回ということで、世の中音に溢れているということをまずはご理解いただければと思います。